えとでは、13時になりましたので、サイボーズのセッションを始めさせていただきます。えー、とサイボーズの LT 会ということで,で、すねサイボーズ社員による、えっとまあ、いろんな人の発表の会になります。今回はですね、さよならレーキ不安定なテストの探し方ということで、えっと、テストのお話を三笘さんにしていただくのと、あと SLO 策定とアラーム設定までの長い道のりということで、えっと、開発本部の上岡君に。 発表していただきます。2つの動画を再生いたします。では、1つ目さよならフレーキ不安定なテストの探し方です。どうぞ。オープンソースカンファレンス2021北海道の皆さんこんにちは。サイボウズの三苫と申します。本日はさよならフレーキ不安定なテストの探し方というお話をします。自己紹介からです。三苫良と申します。 サイボーズのキントーン開発、約も基盤チームというところで、キントーンという製品のサービス基盤を開発、保守しています。早速ですが、私たちが抱えていた悩み、つまり前提となる課題からお話しします。サイボーズのキントーン .com 基盤チームは、e、E2E テストを使って AWS 上に構築した基盤上で、キントーンというサービスの動作保証をしようとしていました。幸運にもキントーンにはすでに多くの E2E、e、テストがあったからです。 やったぞ、ぞこれが使えるぞと。しかし実際にテストを流してみたところ新しい基盤上では多くの E2E、e、テストが不安定になり基盤の不具合なのか単にテストが不安定なのか区別できずに困っていましたこれではキントーンの動作保証ができないぞと前置きなくお話をしていたキントーンというサービスですがこちらはサイボーズの業務改善プラットフォームという分野のクラウドサービスです。 国内データセンターでサイボウズドットコムというドメイン aws の usb ジョンで kintone.com というドメインで複数環境で提供しています。それぞれの環境はかなり異なっており、データセンターだけではなく、利用されるミドルウェアも別のものが使われています。ロゴも違いますね。これがざっくりとした kintone の構成になります。だいたいこんな感じで kintone 本体のアプリケーションサーバーが。 複数のミドルウェアサービスやデータベースを利用しながら機能を提供するという感じになっているんですがオンプレミスつまり国内データセンターと AWS ではこの薄いオレンジで囲った部分が違うんですねほとんどじゃないかとさらに細かいことを言い出すとアプリケーションサーバーもオンプレミスでは VM 上で動作しているんですが AWS では Docker コンテナとして動いているので まあかなりの部分が違いますさて、そうなると気になるのが、この2つは本当に同じ動作なのかというところです中身が全然違うので不安になってきますよねどうやってこの2つの環境が同じ動作であることを保証したらいいでしょうか同じ e 2 e テストで外形的にテストすれば良いでしょうそうすれば、少なくとも外から見える動作的には同じですというところまでは言えます ここまで特に説明なく E2E、e、テストという用語を使ってきました。これはどういうテストでしょうかスライドでは E2E、e、と表記していましたが、エンドツーエンド、つまり利用サイドから実際に処理をするサーバーサイドまで、端から端まで、ある部分だけをテストするのではなく、全体をテストするということです。実際に動く環境を用意し、ユースケースの一連のシナリオを達成できるか検証します。 ウェブアプリケーションであればブラウザ操作を自動化してテストすることが多いかと思います。キントンではセレニウムを使っています。E2E、e、テストの良いところ悪いところどんなものがあるでしょうまずは良いところからエンドユーザーの利用と同じ方法でテストできます。ウェブアプリケーションであればブラウザを使って動作を検証できます。そして 内部のコンポーネントの状態はブラウザからは確認できませんので純粋にユーザーから見た外部仕様をテストすることができますまた実際に動く環境を用意することになるので各コンポーネントを全て結合してユースケースが達成できるかどうかその結合をテストすることができます一方悪いところです実際に動く環境を用意することは良い点もあるのですが セッットアップや実行に時間がかかることになりますこれは自動化されていても環境意識用意するとなると VM などのセットアップなども含めるとそれだけで数分のオーバーバヘッドがかかってしま,いま,すまたブラウザの挙動やネットワークなどテストケースで十分に制御しきれない要素が出てくるのでテストが不安定になりがちです。こういうものを俗にフレーキーテストと呼ぶそうです。 上がりやすい、いテストということですね。このようなテストは最終的にデバッグ体験が最悪になりますので問題が起きた時に修正するのがかなり厳しいということになります。良いところ悪いところをお話ししましたがそもそもテストが不安定だと何がまずいでしょうまずテスト全体の信頼性が失われてしまいます。成功すすするるまででテストを再実行するとかですね。 先輩、テストが落ちるんですが、信心が足りないね、心を込めて再実行しなさい、など、神がかった現場、皆様に覚えはないでしょうか。次に、テストの正義そのものが次第に無視されるようになります。このテストは失敗しても、気にしなくていいよ、とか、甘い言葉に誘われて、次第にテストの結果を気にしなくなります。不安定だからと修正しても、 治ったのか偶然テストがパスしたのか、区別できなくなります。10回パスしたから大丈夫だろうと思っても、大丈夫じゃなかったりします。ここまでは単にテストだけの問題なのですが、テスト全体の信頼性が損なわれることにより、潜在的な不具合が見過ごされてしまうということが起きてしまいます。たまに失敗するテストケースが、ロジックのコーナーケースを踏んでたりする場合もありますね。 日曜日だけ落ちるとか、月初だけ落ちるとか、こういう検出できていたものを見過ごしてしまうと、非常によろしくないです。テストが不安定だとまずいことが分かりました。では、不安定なテストをどうやって探しましょう。これがなかなか難しい。なぜかというと、1回のテスト結果だけでは、不安定かどうかは判断できないからですね。1回のテスト結果は、 成功か失敗のどちらかです複数回の結果を見て不安定かどうかを判断する必要があります例えば、あるテストケースがコミットごとに実行されるとして5回のテスト結果を見るとしましょうこの時、例えば失敗の回数に着目するとどちらも5回中3回失敗していますですが、ケース1のように2回連続して成功し その後3回失敗しているという場合は不安定というよりもどこかで失敗するテストになったと考えられます。ここで変化に着目するとケース2では5回中3回失敗するという意味ではケース1と同じですがテストの結果が変わりうるタイミング4回のうち4回全てで変わっています。ここちららはは不安定ににななったののではないかと考えられますこのように 同一ケースの複数のテスト結果を時系列で並べてみると、不安定かどうかが分かりやすいですね。これで、不安定なテストの探し方が分かりました。探し方が分かりましたが、どうやって私たちの現場で調べましょう。テストの実行履歴を残して、今言った指標を簡単に参照できるようになっているでしょうか。代表的な CI、CD ツールである ジェンキンスやサークル CI の実行履歴の場合ビルドごとにテスト結果を見る必要がありますあるテストケースの傾向という軸で見るための UI がないんですねもしかしたらプラグインなど工夫すれば見られるのかもしれませんがすみませんそこは私も不勉強なんで分かっていません不安定なテストケースの場合テストケースごとの成功失敗の頻度を見る必要がありますそして 失敗したときは不安定になった原因は様々ですので、その場でログを見て確認できるようになっていてほしいです。さて、そういう要件にぴったり合うようなプロダクトやソリューションはあるでしょうか。私たちのチームは、レポートポータルというソフトウェアを利用しています。これは、自動テストの結果を記録して、ダッシュボードを作るためのソフトウェアで、 テスト結果をさまざまな軸から分析することができます。CI やローカルでテストの実行をして生成される JUnitXML 形式の結果をテスト実行中や完了後にレポートポータルに送信して一覧分析することができます。また多数のテストフレームワークとのインテグレーションにも対応しています。他にも機械学習とか便利な機能も多くあるようですが 私たちはまだ単純なレポーティングの用途でしか使用していませんさて実際にレポートポータルを利用した例を見てみましょうこれはキントーンに存在する E2E、e、テストで不安定なテストや失敗の多いテストをレポートしたものですここで API というのはキントーンのサーバーが提供している API を J ユニットテストケースから呼び出してテストするテストスイートで UI というのは、ブラウザを用いたテストのテストスイートになります。これをそれぞれランキング形式で表にしています。テストケース名などは出せないので、モザイクになってしまっていますが、どのようなテストケースが不安定か、たくさん落ちているかがわかります。このように、ランキング形式で出すことで、不安定の原因になっているテストを効率的に修正することができますので、 E2E、e、テストの信頼性を高めていくことができます次に問題を修正するためにあるテストケースの詳細を見る画面です修正に取り掛かる際そのテストケースの失敗の傾向やログを把握したくなるかと思いますこの例ではビルド1321から失敗し始めていてその前のビルド1320でも実行時間が伸びているのがわかりますね 時計マークのプラス1719%というのが実行時間が伸びているということですまたテスト実行時のログも下の画面こちらもモザイクをかけてしまっているのですが参照することができますこのあたりの情報を合わせてみると原因が特定しやすくなってきますレポートポータルを導入した私たちのビフォーアフターですビフォーでは 経験をもとにテストが不安定かどうか判定して、再実行や修正を行っていました。詳細なテスト結果はログから追う必要があるので、必要になるまで確認しない、腰が重い状態でした。アフターでは、不安定なテストを実績をもとに判断できるようになりました。これによって、明らかなバグか不安定で起きやすいかの区別がつくようになり、 修正する効果の大きなテストから修正していけるようになりましたそれでは本日のお話のまとめです E2E、e、テストは不安定になりやすく特定したりデバッグしにくいという課題を私たちの事例をもとにお話ししました不安定なテストを探すにはテストの実行履歴を用いて分析すると特定しやすくなりますそして 最後に私たちが不安定なテスト探しに活用しているレポートポータルというツールの紹介を行いました。以上、さよならフレイキ、不安定なテストの探し方というお話でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。 声が出てなかはい、えっと、以上で、えっと、LT1 本目が終わりになります。じゃあ次 LT の2つ目いきます。はい、ではですね、えっと、SLO 策定とアラート設定までの長い道なりということで、親川君の方で LT になります。 どうぞそれではサイボーズの上岡から SLO 策定とアラート設定までの長い道のりというお話をさせていただきますまず簡単に僕の自己紹介なんですけども現在サイボーズという会社でデブオプスエンジニア的なことをしています今は kintone.com というサービスの開発あるいは運用に携わっておりますまずはじめに簡単に kintone の紹介をいたしますと こちらは業務システムを簡単に作れる B2B 向けのサービスとなっておりますおかげさまで国内外合わせて2番社以上で導入をしていただいております US 向けには kinton.com というブランドで展開をしており現在 AWS 用で kinton.com は運用されております本日お話しする内容ですけどもこちらの US 向け kinton.com ですね この kinton.com で SLO とアラートに関する取り組みをしたのでそちらの紹介をしていきます。kinton.com を AWS 上でローンチしてから現在に至るまで何度も SLO やアラートを見直してきました。その SLO アラートの見直しの中でどういった観点で見直してそこで何を学んだか何を得られたかなどを紹介したいと思います。まずはじめに AWS で kinton をローンチする以前の シントンの SLO とアラートについいて紹介いたしますここで似た言葉として SLO、SLI、SLA SL というのがあります。この3つについて軽くおさらいをしていきます。今回取り扱う SLO、サービスセルブオブジェクティブはサービスの信頼性の目指すべき目標ですね、オブジェクティブ。例えば月間のリクエスト成功率が99.9%を目指す、そういったものを SLO と呼びます。 SLI はサービスレベルインディケーター、指標ですね。サービスの信頼性を表す指標になります。例えば、30日間のリクエスト成功率を指標として使う。こういったものを SLI と呼びます。3つ目、SLA、サービスレベルアグリーメント。これは、条件を満たせなかったときに何をするかの合意、SLO を満たせなかったときは、お客様に全額返金いたしますよ。そういったものを SLA と呼びます。 でここで以前の均等の SLO とアラートについてなんですけども稼働率というのを SLO にしておりましたでこの稼働率は均等は利用できるか否かを、えー、着目した SLO となっています均等、まあ、がダウンしているかあるいはユーザーが利用できるかのどちらかですねで逆に 筋トーン特有の、まあ、性能とかスループットなど、まあ、機能面とか、えー、あるいはユーザビリティに着目した SLO っていうのは設定できていませんでしたでその、えー、目指すべき目標がない状態だったので、まあ、それに基づくアラートっていうのも、えー、設定していなかったというのが現実になります有用な SLO がないとどうなっていたか、まあ、少し考えていきましょう例えばお客様からなんか筋トーンが遅いんだけどというお問い合わせがあったとしますでも適切な SLO がありません なのでそれに対するアラートも仕掛けられていなかったですと。でさらに、パフォーマンス劣化が、それは緊急対応が必要なのかどうなのかっていうのも SL を目指すべき目標がないので、なかなか判断ができなかったりとか、他にも均等のチューニング後の目標のための指標として、まあ、何も指標がなかったりですとか、あと、普段の開発でもタスクの優先度っていうのがなかなか決めにくかったですよと。 まあその目指すべき SLO っていうえっと数字がないので、そのサービスの信頼性に関するタスコンの評価ができなかった、チーム内で評価ができなかった、そういうことになります。こんな中で SLO とアラートを見直すきっかけというのができました。それが先ほど紹介した AWS 版 Kinton です。これまでは Kinton.com を国内の自社インフラ、日本のオンプレで運用しているインフラで提供したいんですけども、 まあそちらを AWS に移行することにしました。移行のときにインフラ面とか、あるいはミドルウェアのアーキテクチャっていうのも見直しました。でそれと同時に SLO、そしてアラートを見直すチャンスも訪れました。でここからは、Kinton.com で定めた SLO アラートについてお話しますで。タイトルにもあります通り、こちら V1 ということで、Kinton.com ローンチの、えっと、初期の頃に設定した SLO アラートになります。 結ストランから言うと、この SLO アラートっていうのはうまく運用できませんでした。でその後、SLOV2 というのを作るんですけども、この SLOV1 で何がうまくできなかったのか、あるいはそこからどうやって V2 を考えていったのかっていうのをお話したいと思います。まず、SLO アラートの V1 なんですけども、ローンチ前に SLO も定めて、それに関するモニタリングも必要だよねということで、最初は設定しました。 この時の SLO は、えっと、キントーンの重要な機能。まあ、例えばレコード更新ですとか、あとアプリ作成とか、まあ、そういった機能があるので、まあ、それぞれの機能ごと、まあ、内部的に言えば API ですね。API に対する社内向けの SLO というのを設定しました。で、これまでの SLO に基づいて、ダウンタイムを考慮した SLO というのを設定しました。実際に例を見ていきましょう。API ごとに、えー、まあ、各機能ごとにダウンタイムというのを定義しました。 その定義はこちらですある API が5分ウィンドウで以下のいずれかの基準を超えればそのウィンドウはダウンタイムと換算します1つがウィンドウ内のエラー件数が N 件以上かつエラーレートが M% もう1つがウィンドウ内の応答時間の x% パーセンタルが Y 秒以上ですこの2つの条件を超えると、まあ、その5分ウィンドウはダウンタイムとみなします そのダウンタイムの続いた SLO がこちらです。ある API の月間稼働率が99.9%。これを SLO として定めました。もう少し図で説明いたしますと、API の月間稼働率が99.9%。これはつまり、月間のダウンタイムが43分まで許されるということです。この43分がレラーバジェットと呼ばれるものです。 例えば、均等 .com までで何らかの障害が発生してエラーレートが上がってきたとき、その5分ウィンドウ内で先ほどの基準を超えれば、その5分はダウンタイムとカウントします。そして、障害が収束してエラーレートが下がり、先ほどの基準を下回ればダウンタイムではないとカウントします。この SLO の定義をもとにアラートも作成しました。アラートの基準は先ほどのダウンタイムの定義とほぼ同じです。 5分ウィンドウ内でエラー件数が N 件以上かつエラーレート M% 以上もう一つウィンドウ内の応答時間の X% が Y 秒以上今度どちらかが起こえればアラートが鳴ってキントンドットコムのメンバーは緊急対応するという運用にしましたでこの V1 の SLO あるいはアラートを運用してみていくつか課題が出てきました一つが過敏すぎるアラートです アラートの基準が非常に過敏でしたと特にリクエストの少ない機能ですとかあるいは一時的なスパイクとかで顕著になりました実際にはユーザーさんとしては影響はないけどもアラートが鳴ってしまうなんてことがよくありましたで過敏すぎるアラート、まあ、お昼でも夜でもかかわらず鳴っちゃうので過敏すぎるアラートっていうのはメンバーの健康状態にも影響します アラートが過敏だと分かると、えー、次に取るアクションはアラートの式位の調整ですローンチ後しばらくはアラート式位を何度か繰り返しましたそれを繰り返しているうちに、まあ、このアラートの式位はどういった基準で決めたっけなんていうのが、まあ、よく分からなくなってきました、まあ、つまり、えっと、あまり有用じゃないアラートの基準値の決め方ということですねで3つ目シンプルじゃない というのも気づきました SLOV1 では稼働率計算のためにダウンタイムという概念を導入しましたダウンタイムという概念自体は実際のコミュニケーションでどれくらいサービスを利用できなかったかという時に非常に有用なものです例えば今月はダウンタイム何分で稼働率が何パーセントそういったコミュニケーションができます一方でその SLO の実績値の集計が面倒 だったりあとアラート実装が複雑になったりというのもありました。ということで、えー、この V1 の SLO とアラートというのは、えっと、正しく機能していないというのが、えっと、チームで分かりました。そこで、えー、この SLO アラートを見直そうということにしました。正しくないアラートというのは、えー、つまりそれはサービスの状態をうまく表せていないということです。 サービスの状態をうまく表していないということは、まあ、それはユーザーにきちんと価値を正しく届けられないということです。まあ、SLO を達したけど、実際ユーザーから見ると、まあ、信頼性を損なうようなことがあったとか、あるいはその逆もしかりですね。正しくないアラートっていうのは、まあ、メンバーのモチベーションにも関わりますよと、まあ、注意やピコピコアラートが鳴ったりすると、まあ、俗に言うアラート疲れですねっていうのもあるので、まあ、アラートも正しく設定しましょうと。 ということでこの V1 の反省点をもとに新しい SLO とアラート V2 を決めていくことになりましたここからは V1 アラートの反省点を生かして SLO アラートの V2 そのお話をしていきますさて本題に入る前にとある1冊の本を紹介します The Site Reality Workbook こちらは Google が出している Site Reality Engineering このサイドレイピーワークブックは、SRE 本よりもより実践的なプラクティスが紹介されています。まあ、例えば、SLO をどのように決めてで、決めた後それをどうやって運用するかだとか、まあ、アラートとかの基準値をどうやって決めて、まあ、アラートが鳴った時どう動けばいいか、そういったのが載っています。でこちらの本、 社内でですね、まあ、勉強会をしましてで、そのメンバーとして、まあ、Kinton.com の開発の4メンバーだけではなくて、日本のインフラの SRE チームとか、あと製品開発の PM とかも参加して、まあ、一緒に読み合わせをしました。こちらの本を参考にして、新しい SLO、そしてアラートを考えていきました。まず、SLO を紹介する前に、 なぜ SLO が必要かっていうの,っていうのは開発、SRE、まあ、そしてステークホルダーと合意した一貫した目標になりますでこの一貫した目標を決めることで、まあ、SLO を決めることでデータドリブンなコミュニケーションができるようになります例えばパフォーマンス劣化があった時に、まあ、これは障害か否かっていう基準にしたりですとか あと、パフォーマンスチューニングするときにも、その SLO を守れるようなパフォーマンスにできるかどうかっていう基準にもできます。あと、タスクの優先度にも使うことができます。SLO を達成するために、このタスクの優先度を上げようと。というコミュニケーションを、えっと、開発とか SRE とか、あと、ステークフォルーダー間でするための道具ということですね。で特に、この SLO を守る、つまり信頼性を担保するっていうのは、 機能であり、それが顧客に届けられる価値なのかなと僕は思います。ということで、SLOV2 のお話なんですけども、V1 の反省点を生かして、新しく V2 を作成しました。こちらは、以前以上に均等を快適に使えるかどうかという考えて基準を作りました。この SLO を達成することで、ユーザーさんに喜んでもらえるとか、高いユーザビリティを得られるとか、 あるいはこの SLO が守れなかったらユーザーからの信頼性を損なうことになるそういった観点で SLOV2 というのを考えていきますでその SLOV2 の定義なんですけども、まあ、その V1 で複雑だったダウンタイムという概念を使わずにレスポンスタイムエラーレートそれぞれをここに SLO というのを設定しました一つがある API の1か月間のリクエスト成功率が もう一つがある API の1ヶ月間のリクエストの x% が応答時間 y 秒未満95%のリクエストが1秒未満で終わるとかそういうことですねという2つの指標をそれぞれの均等の主要な機能ごとに設定しました s l o が決まったら次何をしたかといいますとダッシュボードによる s l o 達成率の可視化をしました 以前 V1 の SLO だと、まあ、月末に SLO 達成率を計算したのみでしたで月末に計算したのみだと、えーまあ、月の途中で残りのエラーバジェットがどんだけ残っているかっていうのも分かんないですしあと SLO 達成率の動向が分からなかったっていうことですねなので新しい SLO を決めたら、まあ、その後、えー、ダッシュボード上に可視化をしました まあ可視化の方法は何でもいいんですけども、まあ、みんなが見える場所に可視化するのがいいのかなと思います。kinton.com は AWS 上で運用しているので、AWS のクラウドウォッチダッシュボード上で可視化しました。でそこで、えーまあ、現在の SLO の達成率とか、あとどのくらいで SLO 未達になるか、残りのエラーバージェットはどのくらい残っているかなんていえのを、えー、と見れるようにしました。SLO を決めました。で、ダッシュボードで可視化もしました。 でこの SLO、を決めた SLO をえっと達成するために、まあ、アラートを仕掛けていきますと。で、ここで、なんでアラート必要ですかと。なんでウェブサービスはアラートが必要ですかと。まあ、そのアラートは障害を検知しますよと。じゃその障害を検知するのはなぜかと言いますと、SLO を守るためですと。で、SLO を まあ仮に守れなかったとき、それはえっとユーザーさんの信頼性を損なうことになりますし、SLO を達成するとユーザーさんに価値を届けることができるということで、その SLO、をユーザーに価値を届けるためにアラートを仕掛けていきますと。SRE っていうのはえっと合意した SLO を守るのに全力を尽くすべきですで。どういった基準でアラートを仕掛けるかなんですけども、 この合意した SLO を守れるようにアラートを仕掛けていきますと逆に言えばこの SLO を守れるんだったら障害すべてを検知しなくても大丈夫です例えばスパイク的な感じで急に負荷が高まってその後すぐ収束するようなそういったものはわざわざ夜間に対応する必要もないですよねということでそういった適切なエラーバジェットを使い切るような障害に対してアラートを仕掛けていきましょうと。 いうのが理想的なアラートです。で、サイトリライプティワークブックでは、バーンレートに基づくアラートというのが紹介されています。まず、バーンレートという言葉なんですけども、これはエラーバジェットの消費量を表す指標になります。で、バーンレート1っていうのが、SLO の期間内、今回ですと30日ですね。その30日でエラーバジェットをちょうど使い切るようなエラーバジェットの消費速度、それをバーンレート1とします。 アラートを仕掛けるには、そのエラーバジェットを使い切るような、えっ、ー、と、生涯に気づくようなアラートを仕掛けていきましょうと。バーンレートとエラーバジェットの関係がこのようになります。えー、こちら縦軸が、えー、と残りのエラーバジェットです。で横軸が、えーま、経過日数ですねで。まず青色のバーンレート1。これが、えーま、ちょうど30日後にすべ、えー、てのエラーバジェットをちょうど使い切りますというのがバーンレート1です。で、緑色。こちらがバーンレート2ですね。 えと2倍の速度でエラーバジェットを消費します。つまりちょうど15日後にすべてのエラーバジェットを使い切りますと。でこの赤色は、えー、とバーンレート10ということで10倍の速度で、つまり3日後にエラーバジェットをすべて使い切りますよと。これをもとに、まあ、実際どういう基準でアラートを仕掛ければよいかですけども、サイトリライアリティワークブックには、えー、とまずこの2つの基準から始めると良いとあります。 1>, 1つが1時間ウィンドウでエラーバジェットの2%を消費した時もう1つが6時間ウィンドウでエラーバジェットの5%を消費した時です。これをもとに仕掛けたアラートというのが1時間ウィンドウの方は1時間のエラーレートがバーンレート 14.4× エラーバジェット0.001を超えた時にアラートを成りします。 6時間ウィンドウのときは、その6時間のエラーレートがバーンレート 6× エラーバジェット0.001を超えたときにアラートを鳴らすことになります。Kinton.com で定義した SLO に対して、それぞれバーンレートベースのアラートというのを仕掛けました。新しい SLO アラートを実際運用してみて、そこから分かった結果なんですけども、まずエラーバジェットを使い切らずにすぐに収束するような障害。 例えば、ガベージコレクションによる、えっとまあ、パフォーマンス劣化とか、それで夜間起こされるというのがすごく減りました。また、ダッシュボードを今回作ってみました。ダッシュボードを作ったことにより、チーム内で SLO への意識というのが高まりました。例えば、そのダッシュボード上で、急にエラーバジェット消費が激しい点があって、まあ、このト期障害があったのかどうかとか、あるいはアラートで対応してからエラーバジェットの消費が収まったかどうか。 っていうのを、えっとまあ、見れるようになりました。でそこからアラートとか SLO 正しく機能してるよねとか、あるいはちょっと改善必要じゃないかっていうコミュニケーションが、えーまあ、以前より活発になったかなと思います。今回、すごくシンプルな SLO にしました。でシンプルな SLO にした結果、やっぱり以前よりコミュニケーションコストっていうのがすごく減ったかなと思います。また、エラーバジェットの計算とかも容易になって、えーまあ、残り 月の途中で残りのエラーバジェット、こんくらいあるから、まだ大丈夫だなっていうのが、以前より分かりやすくなったかなと思います。ということで、えーとまあ、以上のアラート SLOV2 を紹介しました。でアラート SLOV1 を作ってみましたとで。運用してうまくいかなかったので、まあ、V2 を作ってみましたと。でこうやって、えー、と継続的に SLO とかアラートを見直して、そこで得られた学びもいくつかあります。 1一つが誰のための SLO か、これを考える機会が増えました。SLO を設定するということは、それを達成することで喜ぶ人が必ずいますと、ウェブサービスとかだと、それを使うユーザーさんですね。逆に SLO を達成できなかったら届けられない価値っていうのもあります。よく SLO って割と運用の道具と見られがちなんですけども、決してそうではないと思います。 その背景には、サービスの利用者もいますし、あるいは開発のメンバーもいます。そういったところに着目して、誰のための SLO かっていうのを考えるのが必要なのかなと思います。シンプルであれと。複雑な SLO っていうのは、実際コミュニケーションでコストもかかりますし、あと残りのエラーバジェット、こんくらいっていうのも分かりにくくなりますと。 まあシンプルさの基準っていうのはないですけどもまあ口頭で人に説明できるようなくらいのまあシンプルさっていうのがまちょうどいいのかなと思いますでシンプルだとチーム間あるいはチーム外の開発チームとかステークホルダーにまあ説明もしやすくなりますと逆にちょっと SLO 複雑なんじゃないかとかあるいはサービスの状態をうまく表せてないんじゃないかって気づいたときには それが将来の負債になる前に見直していけるそういった体制が大事なのかなと思いました3つ目まあみんなが見える場所に可視化しましょうと今更感はありますけどもやっぱり単なる数字ではなくてみんなが見える場所に可視化することは重要ですよとそういった見える場所とかそこへの動線がなければもう誰もその数字にそもそも意識を向けないですよと で実際、まあ、チーム内で可視化することによって、まあ、メンバー全員が SLO を意識するようにもできましたし、SLO 実績値の、まあ、傾向が分かったりという、えー、メリットもありました。で現在は、きんとん .com の、えー、開発メンバー内で、えー、チーム全体でダッシュボードを見る会を、まあ、2週に1回くらいして、まあ、みんなでワイヤーワイヤー言いながら、なんかアラートになった時にきちんとダッシュボードに反映できているよねとか、残りのアラーバジェットになんッか、アラートになったにきちんとダッシュボードに反映できているよねとか、残りのラー と少なそうになったからこのタスクの優先度を上げようそういったコミュニケーションもできるようになりましたで最後データに基づくコミュニケーションということでこれもそもそも SLO を決めるモチベーションにも当たるところなんですけどもやっぱデータドリブンなコミュニケーションをすることはすごく生産的だと思いますタスクの優先度とかも SLO を見て これを達成するためにこのタスクの優先度を上げていこう。そういったコミュニケーションもできるようになります。あるいは、サービスのチューニングをするときに、今の SL をこんくらいだから、チューニング目標こんくらいにしてみよう。そういった会話もできるようになりますで。そういったコミュニケーションを開発メンバーだけではなくて、ステークホルダーを巻き込んで、一貫した目標を目指していくということができると思います。ということで、 キントーンドットコムで取り組んだ SLO アラートの紹介は以上になります。実はまだまだ課題も残っておりまして、え一つが、えー、キントーン開発チームと,、えー、と SLO に基づくコミュニケーションがまだまだできていないというのが現実です。まあ、現在は、えーとまあ、キントンドットコムを開発しているデベロッパーなメンバーたちの中で SLO は合意できているんですけども。 kintone の製品開発チームと slo や slo に基づく議論ができておらず、そこは将来一緒に話していければなと思います。えっと他にも slo。えっとまあ、未達だったっていう時がえっとたまにあります。で、その時にまあ、チューニングすればいいという話なんですけどもま kintone、あのアーキテクチャ的にまあ、チューニングが難しいケースもあって、まあ、その時どうして行こうかなっていうのがまあ、課題としてあります。 また、アーキテクチャな金ではなくて、えっ、ー、と、筋ト内とユーザーリクエストに,によって、えっ、ー、と、マイス LO を達成できないことがありうるっていうのも分かってきました。筋、まあ、トー割と自由な使い方ができるので、まあ、リクエストのペイロードに大量にデータが載っていたりとか、まあ、複雑な条件式をユーザーさんが書いて、それによって、えっ、ー、と、応答時間が遅くなってしまうと。まあ、こちらも、えーまあ、将来どうしていこうかっていうのは課題として挙がっております。 とということで以上をもちまして、えー、Kinton.com の、えー、SLO とアラートの取り組みでした、えー。今回僕のお話で言いたかったことは、まあ、SLO を決めることで、開発 SRE で、あとステークホルダー間で一貫した、えー、データドリブンなコミュニケーションができるようになります。でそれに基づく、えー、と開発の優先度とかもできるようになります。とはいえ、Kinton.com もまだまだ。 先ほど紹介したり課題もいっぱいあります。で、その課題に対しては、えっ、ー、と、まあ、引き続き挑戦していく予定です。以上をもちまして、サイボーズの上岡が、SLO 策定とアラート設定までの長い道のりというお話をさせていただきました、えー、本日はごご視聴ありがとうございました。 えと今ので LT2 本目が終了になります。で、これでセッションも終わりになりまして、今回ですね、あの事前収録,収録した動画になっていまして、ちょっと担当者が不在にはなっています。と質問の方とかちょっといただいてはいるのですけど、ちょっとすぐには回答できないという状況になっています。あとですねあの もしなんか気になることとか、もうちょっとこれを聞いてみたいっていうことがありましたら、えっ、ー、と、私の方でまた後日回答させていただきますので、えっ、ー、と、そうですね、私のツイッター DM とかに連絡いただけるといいかなと思います。えっ、ー、と、そか、それだけちょっと画面共有を移しておきますね。 私の方はがですね、TIGNYAX というアカウントでやっていますので、まあ、こちらの DM なり、メンションなりしていただければ、えー、と質問、回答するか、まあ、担当者とちょっとおつなぎいたします。はい、では、えっと、これにて、サイボウズの LTI 解セッションを終わりにしたいと思います。皆様、ご清聴ありがとうございました。